皆さんこんにちは。こんにちは。今日は番外編ですね。そうだ。今回もリクエストに答え、アメリカ製 AK、またはアメリカで販売されている AK を紹介したいと思う。第11回での因縁の排除ですか？それも含めてだ。そのためアーセナルやサスタバといった米国で一般的ながらも以前に紹介した企業は排除している。これら2種含め、いろいろな重機を紹介し忘れているんでしょうかね？見直しが必要だなと思う反面、もうやりたくないという気持ちもある。あと、最後の後編で紹介した重機は意図的に省く。もしよかったら見てほしい。じゃあ早速始める。まずは米国での AK の様子を話していく。はい。米国は1950年代頃からソ連の AK-47 を認識し始め、スプリングフィールドアーモリーいわく1960年より1954年プーラ製 AK を受け取り、1961年より折りたたみ式重傷タイプを入手したらしい。ベトナム戦争より前なんですが、1964年以降は米軍がベトナムへより干渉するようになり、中国製 AK-56 式中砲装を入手するようになったようだ。そして1970年まで米国政府は、外国政府による AK-47 余剰セールに大いに対応した。具体例としてインドネシアが放出した AK を購入し、代わりに M16 を納入したという話がある。シンガポールも時期に M16 を配備していましたよね。ここでついに民間の話に突入だ。ベトナムから持ち帰った AK を除き、最初に北米民間重機械へ輸入した AK はフィンランドの M62S セミオートオンリー仕様だった。中国製の印象がありましたが先にフィンランド製なんですね。バルメットは M70、M80 と輸入されたが、1986年より輸入禁止を食らっている。その後メディアの印象もあって AK の知名度、人気度が加速した。それら映画には56式が用いられ、民間市場ではエジプトのマーディ ARM、FAG 製 SA85、ポリーテック、グレイコ、ノリンコといった企業名から輸出された中国 AK が保管する形だった。エジプト、ハンガリー、中国製ですね。こんな状況は、銃乱射事件を起因とする銃規制世論の声が大きくなったことで発生した、通称フェデラルアサルトとウェポンズ版。AWB が1994年より施行され、この規制と1989年の輸入規制などによって既存の AK は事実上規制対象となってしまった。しかし輸出規制されようが AK は米国内へ輸出され続けた。背景として1991年よりソ連が崩壊しており、ワルシャワ条約から分かれた旧共産圏の国々やロシア自体には大量の余剰 AK が余ったため、経済不況も相まってそれらを輸出する動きがあった。この動きがあり、それら国々は米国の厳正な検査基準を抜ける AK をスポーツ用途として輸出した。ブルガリアのサークル銃、ユーゴスラビアスラッシュセルビアの AK/PAP 及び NPAP、ルーマニアのカミルなどが該当する。AWB 期間中にも AK が輸出されたんですか？1990年から2015年までに約460万丁ものスポーツライフルを海外から米国へ輸入した。そのうちの多くが AK だと言われている。やがて2004年より AWB が廃止されるとセンチュリーアームズやパルメットステートアーモリーといった企業も軍用スタイルの AK を販売した。この状況は現在まで続いている。毎年 AK での競技を目的としたレッドオクトーバーからシニコフチャンピオンシップなどが開催されるまで、AK の日常化が定着していった。AK は米国でも愛されていますね。では早速見つけたアメリカ AK を見ていこう。まずはカラシニコフ USA だ。カラシニコフの名称を背負うカラシニコフコンセルンに関連ある企業ですね。カラシニコフ USA はロシアンウェポンズカンパニー LLC が所有するブランドだ。本社はフロリダ州ポンパノビーチに置いているらしい。まずは US-132 を紹介する。この銃器はカラシニコフ USA が最初に発表した民間 AK ライフルとなっている。サイガスタイルですね。弾薬は 7.62×39mm 弾仕様であり、サイガスタイル重傷とハンドガードが特徴だ。US-132 には4種仕様がある。画像の US-132S、サイガスタイルの US-132、クラシックスタイルの US-132W、そして近代化した US-132Z があるようだ。AKM スタイル、AK100 スタイル、そしてモダナイズですね。マガジンに関してはより強化された30連ポリマーマガジンが備えられる。値段は比較的ちょい高い印象だ。この US-132 販売時点でクリミア危機直後の2014年頃であり、すでに市場には多くの AK が蔓延していたという背景がある。1970年代頃から続く民間 AK 群ですね。その後 US-132 は KR-103 としてリニューアルされる。これは同社が発売するサイガ三段銃系でも起きていた現象だ。100% 米国製であり、16.33 インチ黒色窒化重心と単造された 5.5 ミリトラミオン、キャリアを備えている。クリーニングロッド、ロシア系照準器を取り付けるサイドレールを備えている。同様に 7.62×39mm 弾仕様であり、改良されたマズルブレーキを備えている。いいですね。タンカーグリーン、シャークフィン MLOK、レッドウッド、アンバーウッドなどが存在する。また KR-103SFS というモデルも存在する。KR-103 との違いは？わからん。は？値段が大きく異なっている。おそらく耐久性が違うのではと思う。次も同社製、カリ103だ。カリ？カリフォルニア銃器規制準拠モデルですね。ピストルグリップが禁止されているために邪魔な板がグリップに追加されている。加え30連ではなく10連マグも規制ゆえだ。銃口も脱着できないよう溶接されていますね。他仕様は KR-103 同様だ。バリエーションもある。
次は KR103 エンハンスドだ。弾薬や専用球弾用装置といった付属品も追加される特別商品だ。ウェブに取り付けられた M1B アルティム AK レール、フロントサイトのトリチウム蛍光化、単語ダウンバトルグリップ、拡張コッキングハンドル、クワット60連マガジンといった代物が追加されているようだ。クワットカラムマガジンですか。値段も格段と高いぞ。ただ現在は販売中止しているようだ。次は KR104SBR だ。名称的に AK104 の民間モデルでしょうか。その通り AK104 をベースとした銃器だ。全長が短いながらも重傷を備えているために、税金が追加される SBR 判定であり、AK104 同様のガスブロックが特徴だ。もちろんセミオートオンリーとなっている。他仕様は KR103 同様だ。次は KP104 ピストル。見ての通り KR104SBR から重傷を外すことでピストル判定にし、増税から免れている代物だとわかる。米国法律上で生まれた忌まわし拳銃ですね。SBR へ簡単に変換可能なため、ATF の追加事務処理が必要だ。次はオメガシリーズ KR103 カスタムビルドだ。かっこいい。カラシニコフ USA が自ら手掛けたカスタムビルドのようだ。シュアショット USA と提携して導入した6スロットフリーフロートマーク3シャーシ、セラコートも備えたシュアショット M4 ストックアダプター、B5 システムブラボーストックが組み込まれている。加え 3.5 ポンドの引き代を持つカラシニコフ USA CMC トリガーを追加している。中心のフリーフロートか、鮮明なトリガーにより精度向上が図られ、明らかに人間工学が向上しているぞ。レシーバーカバー上レール配置はどう思いますか？個人的な印象としては悪いが、設計上でのブレ防止が行われているのではないかと想像している。カラシニコフ USA ブルーフォースギア AK スリング、M ロック、M1913 ピカケニーレール、クレブスカスタムエンハンズドセーフケレバー、バーワラスケイマンマズルブレーキ、拡張コッキングハンドルも追加される。拡張性や操作性向上はもちろん、マズルブレーキはより効率を向上させた代物のようだ。最高品質の高級 AK ですね。その他は KR103SFS 同様のようだ。カラーバリエーションはブラック以外にもグリーン、タングステンセラコートオルン、プラム、FDE がある。次はビスコフだ。うわ、残弾確認穴だ。しっかり固定可能なレシーバーカバーとその上に搭載されたピカケニーレール、B5 システムズソプモッドストック、ミルスペックバッファーチューブとキャッスルナット、拡張コッキングハンドル、M ロックとアルテム AKMHB ピカケニーレールを備えたハンドガード、ブラボーカンパニースタディフォアグリップ、そしてクサ DARS アドバンスドマイクロオプティックサイトが備えられている。前述のオメガとは変わった高級ビルド AK ですね。次はコマンダー103だ。以前の US132 のような銃器ですね。KR103 を元にライフルセミピストルグリップへ、銃口をマズルナットで取り外せないよう変更したモデルだ。やはりカリフォルニア銃規制に触発された銃器らしい。そのため制限された州へは10連弾装、そうではない州には30連弾装が備えられている。その他は KR103 同様だ。これでも日本では許可が通らないですよね。弾薬的に無理かもしれない。次は KR9SBR だ。お、AK の 9mm ですね。見た目の通り PP19HB キャズに触発された SBR となっている。クローズドボルトのシンプルブローバックで作動し弾薬は 9×19mm パラベラム、ビチャズスタイルのトライアングルフォールディングストック、そしてホローポイント弾にも対応するため薬室に位置するフィードランプの形状も工夫されている。実質ビチャズのセミオートオンリーを民間で所持可能になっているということですね。またピストル仕様もあり、アンダーウッドエディション、レッドウッドエディション、イースタンブロックエディションといったバリエーションがある。SBR 認定の抜け目ですね。次はカリ Q だ。カリフォルニア銃規制仕様ですね。銃口には固定の模造サプレッサー、銃床も折りたたみできないよう固定されているという感じだ。そして KUSA 最後は2022年よりショットショーで公表された KR101 だ。101。ということは 5.56mm ですか？そのようだ。KUSA はどんどん市場を拡大している様子だが、現状として 5.56mmAK は他社によって保管されているという現状がある。カラシニコフが輸出できないが上での、2014年より参入した企業ですもんね。ただ見た感じは全体的に AK100 シリーズに近いため、より純正のような AK が欲しいユーザーには好都合なのかもしれない。次はパルメットステートアーモリーだ。この企業はサウスカロライナ州コロンビアに拠点を構える企業だ。パルメットという名称はサウスカロライナ州の通称であるパルメット州から由来している。はい。AK 含めた銃器はもちろん、戦術装備やリロード用品、釣り、狩猟用品も販売している。銃器会社というよりはアウトドア会社のような印象だ。ラリー・アレン・ビッカーズという HK416 の開発を支援した元軍人曰く、PSA の AK を AK のキャデラックと表現している。キャディがお好き？結構、ではますます好きになりますよ。まず最初に発売されたのはこの AK47MOE エディションという銃器のようだ。マグプル重傷、マガジン、グリップ、ハンドガードが備えられていますね。これら軽量なマグプル合成樹脂パーツの取り入れは、クラシック AK より軽量な重量を実現している。ロシアスタイルのサイドレールマウント、レシーバーは 1mm 厚のプレス加工熱処理炭素鋼で構成されている。16.2 インチの4150高重心にフル AKM スタイルの竹槍状マズルブレーキを備え、トリガーは 5.5 ポンドの引き代を持っていた。レビュー者の試写によれば100ヤードで4インチ未満の円を描くことができる。良くも悪くも安価版 AK だ。特別いい代物ではないですね。
次は AK47 弦2、ジェネレーション2だ。2世代？前述の MOE は第1世代であり、この第2世代では別のメーカーが使用していたトラニオンが組み込まれている。精度はレビュー者曰く、フォーナギ、ウルフ、プーラ製弾薬を使用し約 3.9 インチ円が最大だった。そのテスト仕様はクラシックウッドなため、重量により MOE 版より反動を感じなかったと記述している。グリップ、ハンドガード、ストックの仕様は多種多彩だ。クラシック、MOE、レッドウッドなどが見られる。ただ弦には前述の MOE 同様現役モデルではない。現在はあまり流通していないという印象がある。現役世代の AK ではないんですね。次は AK47GF3 だ。同様にプレスカ高レシーバー、冷感単造4150高ステンレス重心、単造フロントトラニオン、ボルトキャリアを備えている。リアタンジェントサイトも同様に 800m 最大調整仕様だ。 1000m ではなく 800m なんですね。以前のモデルからの改善点はボルトキャリア、フロントトラニオンなどをより堅牢にしたハンマー単造性に変更した感じかと思う。仕様は MOE、クラシックウッド、レッドウッド、アンダーフォールディング、ポーランドグリップ、ALG など多種多彩だ。そのため値段にも変動が大きい。このバリエーション多さ、ワクワクしますね。購入者にとっては楽しそうだなぁと。羨ましいぞ。次は AK47GF4 だ。GF3 の次の世代ですか。GF3 での成功をもとに重心をクロムメッキ処理冷感単造リン3円重心に変更し、トリガー機構を拡張ポリッシュトリガー APT 射撃統制グループに変更している。重心のより耐久性、精度向上に加えより鮮明なトリガーの実装ですね。GF4 も GF3 同様に多種多彩だ。ブラックサテン、M4 ストック、MOE、クラシックなどがある。次は AK47GF5 だ。まだ次の世代があると？PSA 社製はまだまだあるが世代系はここまでだ。PSA AK47 としてゼロから見直し、設計した AK47 だ。新しく強化された精密製造部品を使用し、実際にテストでは1万発もの連続射撃に成功している。FN 製のハンマー単造クロムモリバナジウム重心を用いており、品質管理として自制粒子検査が行われるようだ。他仕様は大体 GF4 同様だと思う。同様にバリエーションも多種多彩だ。クラシック、モエコフ、トライアングル、フォゲットなどがある。次は AK103 だ。え？カラシニコフ AK103 ではなく、PSA AK103 だ。名称の通りこの銃器はカラシニコフ AK103 を限りなく複製仕様として発売された商品のようだ。仕様は様々だが、銃床はほとんどが折りたたみ可能で銃口装置も同様に改良された代物を取り付けている。仕様によってはまさに AK103 だ。訴訟とか大丈夫なんですかね。余計なことは言わんでくれ。冷感単造クロムメッキライニングバレルにサイドオプティクスレールも備えている。また折りたたみ銃床を備えた仕様を AK103FS と呼称しているようだ。同様にバリエーションも多種多彩だ。これもうわかんねえな。次は AK103K だ。K はクローンを意味する。PSA AK103 の仕様をそのまま受け継いでいる感じかと思う。変更点は？わからん。は？次は AK104 だ。前述の AK103 での成功をもとに AK103 のカービン仕様である AK104 をも再現した銃器だ。7.62×39mm 弾のカービンですね。AKS74U のようなガスブロックが特徴だ。そして SBR 認定を避けるための銃床を取り付けた銃器もあった。あった。ですね。ピストル仕様も販売されている。次は AK101 だ。木製 AK101。AK103、AK104 の成功に続き、今度は 5.56×45mm 弾仕様の AK101 を発売した。簡単に言えば PSA AK103 同様の仕様ながら口径を変更したという感じだ。AK101AKM という銃口装置が明らかに変更されたモデルも存在する。名称が紛らわしい。そして AK102 という AK101 のカービン仕様も存在する。AK104 の 5.56mm 弾仕様だ。ピストル仕様、SBR 認定抜けモデルもあった。バリエーション多彩だ。AK の 5.56mm カービン。被る枠があまりないのでは？次は AK105 だ。AK105。5.45mm カービン？そうだ。こちらも同様に通常、ピストル、SBR 仕様があった。仕様もそれぞれだ。ということで PSA には AK74 も存在する。は。AK74 というよりは AK74M に近しいのではないかと思う。同様に仕様も多種多彩だ。次は AKV だ。あれ？ビチャズ？ PSA もビチャズ SM 短期間銃に基づいて設計したようだ。クローズドボルトのシンプルブローバック機構であり、GF3 同様単造フロントトラニオン、喫火重心を備えている。そして独特の銃口装置を備え、ライトニング棒付き ALG AKT エンハンスドトリガー機構を備えている。プラス P プラス。強装弾に耐える薬室と機構を持っているようだ。仕様はピストル、SBR 認定向け、AKV16 という重心延長重傷取り付けモデルがある。次は AKPGF3 だ。名称の通り AK47GF3 のピストル仕様となっている。喫火処理単造4150ステンレス高重心、単造フロントトラニオン、高加工 1mm レシーバーなどが含まれている。同様に1万万発を耐える構造なんですかね。仕様はそれぞれだ。また SBR 認定を回避したモデルも存在していた。
そして AK-556 というモデルも存在する。え？ AK-101 との違いは？この銃器は AK-100 シリーズや AK-47GF3 仕様に加え、マガジンが AR-15 系統へ対応しているのが特徴だと思う。脱着は同様にレバータイプなんですね。また発展して 6.5mm 仕様や 300DL 系弾仕様も発売予定のようだ。完全にカラシニコフ USA よりリードしていますよね。お、そうだな。そして PSA 管轄なのかはちょっとわからないが、ソビエトアームズ SA-47 という銃器も発売されている。ハイグレードタイプ？どうやらプーラ造兵廠で実際に製造した AKM パーツと GF5 で導入された FN 製単造重心、ALG トリガーを組み合わせたカスタムビルドのようだ。アップグレードされたロシアの AKM キメラですね。そして同ブランドより AK-47 スパイカーライフルという銃器も発売されていたようだ。折りたたみ式銃剣と SKS フロントサイト。56式ですね。クロムモリバナジウム重心、1.5mm プレス加工工レシーバー、ハンマー単造フロントトラミオン、ハンマー単造ステンレス鋼ボルトとボルトキャリア、800ヤードタンジェントリアサイト、ノリンコスタイルの重傷という構成のようだ。確か56式のプレス加工レシーバーアースも 1.5mm でしたよね。残念ながらこのモデルは在庫切れが目立つぞ。そんな AK のキャデラックを抜け、次はライリーディフェンスへ移る。聞いたことないですね。ライリーディフェンス社はノースカロライナ州ヒッコリーに拠点を構える家族経営の AK メーカーだ。最高品質をモットーに品質管理を重点的に徹底することに重きを置かれているようだ。では早速見ていこう。まずは RAK-47P だ。AK-47AKM の黒色ポリマー仕様だ。全体的に黒色酸化された表面を持った 7.62×39mm 弾仕様であり、熱処理されたプレス加工レシーバー、10尾パッド、喫下4150重心、単造トラミオン、ボルト、ボルトキャリアという感じだ。加えボルトホールドオープンセーフティレバーやバイオネットラグ、クリーニングロッド、そしてリアサイトは1000ヤードまで調整可能となっている。PSA 製と比べ追加された機能がありますね。次は RAK-47CL。このモデルは RAK-47P のラミネート木材クラシック仕様だ。マウントサイドレールも備えられている。本家でいう AKMN ですかね。RAK-47C というラミネートではない木材を備えた仕様も存在する。次は RAK-47 ピストル。RAK-47P のピストル仕様だ。以上。はい。あ、ガスブロックは AKS-74U スタイルに変更されている。次は RAK-47TMP、RAK-47TMFT。マグプル仕様の MP、MFT 仕様の2種があるようだ。人間工学に基づいたハンドガードやピストルグリップを備え、レール付きハンドガード、G2 タクコトリガーグループを従来から追加しているという感じだ。タクティカル仕様もあるんですね。次は RAK-47PSF。まあ名称の通り P のトライアングルワイヤーストックタイプだ。純正にはない仕様ですよね。あったような気がする。え？そして RAK-47CSF というモデルもある。純正から見たら AKS-74 に 7.62mm とかなり混乱する代物だ。サイドマウントレールもありますから。AKSMN？ まあガスブロックの90度かとか重傷が混乱する。次は RAK-47PCA、RAK-47CCA。CA はカリフォルニア準拠、周期性モデルだ。ポリマーと木製の2種が存在する。カラシニコフ USA、PSA、ライリーディフェンスと今のところはパーフェクトですね。次は RAK-47PG。アーミーグリーンポリマーに変更された実質 P 仕様だと思う。ゲームのコモンスキン。これでいいんだよこれで。次は RAK-47CNY。NY っていうことは、ニューヨーク準拠？そうだ。ニューヨーク州銃規制の適合化はこうなるようだ。マガジンも重発が備えられている。次は RAK-47PNJ だ。NJ。ニジェール？違う、ニュージャージー州だ。RAK-47P まんまの見た目だが、周期性により弾倉は30連弾倉、風10連弾倉となっている。RAK-47CNJ も存在する。次は RAK-47CCO だ。CO。コロラド。正解。この銃器はニュージャージー同様弾倉を重発に制限し、10尾パッド、そしておそらく黒色ポリマー仕様がない。次は RAK-74P だ。お？ 5.45mm 仕様ですか？そうだ。合計に適合化させた要素以外は RAK-47P 同様だと思う。トライアングルワイヤーストックへ変更した RAK-74PSF、クラシック仕様の RAK-74C、クラシックトライアングルストック仕様の RAK-74CSF がある。堅実ながらより質のいいシンプルな AK を揃えている印象だ。実際の値段も PSA 製より高く、カラシニコフ USA の販売枠と正面から衝突するのかもしれない。次はクレブス氏が手掛けるクレブスカスタムだ。イリノイ州ウォーコンダに拠点を構えるカスタムショップだ。マーク・クレブス氏は AK 愛好家でありながら全米で有名なガンスミスでもあり、IPSC、IDPA 大会用の M1911 カスタムで名を挙げた人物だった。クレブス氏は当初ロシア製 AK をベースにビルドすることが最適と考えたが、事実として純正の軍用 AK を入手するのは当時は不可能だった。横流しの横流しでワンチャン手に入る感じでしょうか。そんな中注目したのは AK の民間モデルであるサイガだった。
実際サイガは民間向けとして個別に仕上げられており、大量生産 AK と比べ品質が良いのが大半だと思う。ではそんなクレブスカスタムを見ていこう。まずは KTR3S だ。従来では見られない要素がありますね。サイガに基づいてカスタムした銃器となっている。独自の3面仕掛けにレールとフォアエンドレールチューブ、AR15 タイプのリアサイト、ガリルスタイルのセーフティ、M16 タイプのバードゲージフラッシュハイダー、そしてレシーバーカバーにレールがある。ピストルグリップを追加するためトリガーアセンプリを前方に移動し、次にサイガレシーバーから標準 AK に変更することで標準 AK マガジンから9弾可能に。そして4135から機械加工されたマズルブレーキ、クリーニングロッド、そして合成樹脂の軍用銃床とフォアグリップが追加される。その仕上げは全体的に滑らかだと言われている。そして耐久性と化学物質による損傷を抑えるため黒の塗装を表面に仕上げている。こだわりを感じますね。そして KTR3V という 5.45×39mm 弾仕様もあったようだ。7.62 と 5.45mm の2種があるんですね。次は KTR3 の改良型、KTR8S だ。CAR スタイルの伸縮式ブルトールバットストック、タクコ SAW スタイルのピストルグリップ、レールチューブ、フラッシュハイダー、そしてポーランド系で見られる上面レールマウントが変更点となっている。レシーバーカバーにゼロが左右されない構成ですね。確かポーランドで見られた気がする。そして KTR8S の 5.45mm 仕様は KTR9 として発売されているようだ。KTR8V ではないんですね。プープースリーレミントンダンや 5.56mm NATO 仕様もあるらしい。詳細は見つけられなかった。次はスピードロードタクティカルライフルだ。お？ KTR8S の設計から変更されているように見える。4面レールハンドガードと短いトリカゴフラッシュハイダー、ワンタッチ脱着するためのマガジンウェルが見られる。引っ掛けるタイプから変わりましたね。どうやらトリガーもより鮮明になるようされているようだ。これは KTR3 時代からなのかもしれない。弾薬はおそらく 5.45mm と 7.62×39mm 弾仕様がある。精度は従来と同じくらいなんですね。そしてスピードロードライフルというクレブカスタム AK もある。AK-103 の改造みたいですね。これもまたサイガベースなようだ。人間工学グリップにワンタッチ脱着用マガジンフォロワー、CAR スタイル銃床が特徴的となっている。次はスピードロードクリンコフ、スピードロード2だ。スピードロードライフルのクリンコフ版だ。小さなマガジンリリースにワンタッチ脱着タイプのマガジンウェル、AKS-74U スタイルの銃床、サイトが見られる。弾薬は 7.62×39mm 弾のようだ。他調整されたタクコトリガーセット、溶接されたフラッシュハイダーがある。AKS-74U というよりはカイバル AKMSU ですね。この銃はバイオハザードダムネーションに登場している。栄光弾を詰めてタンクローリーに打ち込んだのはまさにこの銃器だ。見てる人しかわからない発言やめろ。次は KV-13、または AC-15 を紹介する。KV-13 っていう戦車が確かありましたよね。この銃器はサイガではなくベイプルがベースになっているらしい。重心はレシーバーと連結しており、重心を14インチへ短縮しつつマズルブレーキを固定することで銃器正外の16インチを維持している。SBR 認定判定ですね。重傷はアダプタさえあれば自由自在に装着でき、ハンドガードはカスタムキーモッドを取り付けている。ガスブロックは90度垂直だ。そしてピストルグリップはタクコ SAW スタイル、前述の重傷は6ポジション変換のマグプル CTR ストックが標準のようだ。トリガー機構も調整され鮮明さを実現している。そしてセーフティはボルトホールドオープンとして機能するよう変更されている。そしてサイトは AR スタイルの19インチ標準半径を持つ見やすいサイトへ変更されている。光学レールもありますね。精度はレデューシャ曰く3から 5MOA に値する円を描くようだ。多 AK 同様だ。また OP14、AC15 と呼ばれるライフルも同じく名称として使われている。AC15 の15は2015年を意味しているため、おそらく後続のモデルだと思う。見た目が似ていますよね。クレブスカスタムはまだまだ続くぞ。次は PD18 だ。ポーランド AKM をベースにした 7.62×39mm 弾仕様だ。IMS マズルデバイスにロックウェルコードに熱処理された4140光ガスブロック、7075アルミ合金リアサイト、AC15 のような仕掛けにレールに AKS-74U 並みのキーモッドハンドガードが備えられている。なんか銃床が特徴的ですね。AR15 ピストルバッファーチューブという銃床のようだ。これは例のブレースであり、SBR 認定を回避する構成だった。他 ALG トリガーが組み込まれている。2017年6月22日より販売された。次はアスネック SBR だ。名称の通り SBR ですね。ワンタッチ脱着タイプのマグウェル、マグプル6段階調整ストックに変更した PD18 だ。おそらくこれもポーランド AKM ビルドなのかもしれない。次は M13 インダストリーズ。え？ AK12？ M13 インダストリーズという枠組みの中に AK12 2016年型のような銃器があるようだ。本当に米国製？次はアナウンスだ。なんか弾倉が変。この銃器は 9×39mm 弾仕様のピストルブースだ。滑らかなハンドガードや溝入りピストルグリップ、そして照準器が見当たらない。絶対弾薬入手難易度が高いですよね。まあ、SBR 認定抜け用銃床なため、この外見では現在販売されていないと思う。次は AC18 だ。最新モデル？そうだと思う。ただ具体的な変更点はわからんかった。は？
今回紹介したモデル以外にも多くのクレブスカスタムが存在する。ぜひ気になる方は調べてくれ。公式サイトが見れないのは残念ですね。正直この動画で全てを追うのはキリがないなぁと思った。次はユーバンクマニュファクチャリング製の AK ピストルだ。とても奇妙な AK 群ですね。ちょっと情報をうまく掘れなかった。どうやら本社はアリゾナ州インスローにあること、AK ピストルとそのパーツに関する製造を行っているようだ。掲示板曰く、ユーバンクス AK のレシーバーは質が悪かったと伝えられている。情報規格や話題が更新されていないことから、現在は製造していない可能性が高いと思う。特徴的な AK でしたが、残念ですね。そしてホーンズカスタム AK という代物も存在するようだ。これも情報規格？残念ながらそうだ。次はインターオードナンス製だ。インターオードナンス。ウィーガーを調べた人なら見たことある企業名かもしれない。比較的 AK 製造で有名な企業だと思うが、現在も生産しているかは確認できなかった。まずは AKM247C だ。その見た目は明らかに AKM だ。摩耗や腐食に強い窒化処理重心にプレス加工レシーバー、サイドレールマウント、重傷とハンドガードはラミネート加工の木製重傷となっている。そしてガスポートが従来よりも大きいために、ロングストロークガスピストンでのボルト交代は少し従来より大きいようだ。つまり反動が大きいんですね。表面仕上げはフラットグレー色のリン酸塩化仕上げのようだ。これは安価ながら品質を保証する手段となっている。16インチ重心に傾斜マズルブレーキ、バイオネットラグを備えた45度ガスブロック、サイトは1000メートルのタンジェントリアサイトだ。末端の C はクラシック、ラミネート加工木製重傷を指している。トリガー機構はタクコ G2 に近い代物で、マガジンはブルガリアのワッフルマグ近しいものを使用する。マガジンは他 AK 同様他マガジンも装填可能だが、レビュー者曰く全てのマガジンでの過酷な環境での作動信頼性を発揮することはなかったようだ。過酷環境下での作動試験ですか？ここから一旦 AKM247 についてのレビューを話していく。はぁ、どうやら昔の愛用製 AK の評判はあまりよろしくないようだが、現在は他に提供する AK 同様の信頼性を持っており、ガタガタ音も昔と比べてしない。ただリコイルバッファーがどうやら組み込まれており、レビュー者は反動がきつかったためにそのバッファーを抜いた結果、誤作動が多発したという話も見られる。バッファー装着。強力なガス吹き付けが原因。適切に構成された AK には必要ないパーツとなっている。そしてさらに純正の設計で施されるボルトキャリア前縁を面取りしていなかったようだ。え？この問題は後ほど改善されている。そしてレシーバーのフロントトラニオンも従来のように適切に構成していないと指摘している。AKM247 は通常のようにフロントトラニオンの皿穴の下部穴のくぼみがなく、強度を高めるためのスウェルネックスタイルトラニオンリベットを両方の後部に配置していなかった。重心とレシーバーを接続する部分ですもんね。AKM247 の場合、両方のトラニオンがリベットの先端強度に完全に依存している感じらしい。つまり従来より耐久性が少なくなる設計となっている。この問題に対し、インターオードナンスは別アプローチでの改善を図った。最後もフロントトラニオンだ。機械加工ではなく鋳造部品で製造されており、重心を取り付けた後にリベットでレシーバーに止められている。フロントトラニオンは重心基部件最も最大高圧にさらされる部分であり、強度が欠いているのではないかと心配されている。でも確か金属鋳造品は機械加工より堅牢になったという話がありましたよね。その話は専門家の意見をもひっくり返す結果だったな。射撃レポートはやはり反動がきついと強調されている。バッファーの他ガス導入穴の拡張が理由であり、後者の糸はあらゆる種類の弾薬に対応できるようになるという利点がある。ただ一方で2から3 MOA を観測する精度を持っているようだ。この反動型と平均的な性能によりレビュー者はあまりお勧めしていない。癖が強い AK ですね。で、話は戻り AKM247 だ。AKM247C のポリマー仕様であり、AKM ポリマーのような重機だ。B とかはつかないんですね。次は AKM247E。ハンドガードとストックが変更されている。ハンドガード下部には掛けにレールが位置している感じだ。重傷はウィーガースタイルですかね？ピストルグリップもウィーガースタイルだ。またピンク塗装のモデルも確認できている。ウィーガースタイルピンク重傷。次は AKM247T。E 仕様同様の重傷にレール付きタクティカルハンドガードを備えている。90度ガスブロックに覆い付きフロントサイト、そして重工にはファントムフラッシュハイダーが装着されている。ウィーガースタイルと他でも見られる4面レールハンドガードですね。金属表面はマンガンリン酸塩処理されており、耐熱耐薬品性が高い。100ヤードで2インチ円を描くことができると言われているが、個人的にはあまり信用していない。次は M214 だ。さらにアップグレードされている。クワッドレールハンドガードにボルトホールドオープン機能、そして東ドイツ AK スタイル積極重傷をも見られる。余剰品ですかね？トリガー機構もよりスムーズに改良されたようだ。正直言うと現代民間 AK らと比べ若干劣る気がする。次は M214 なのだ。お、ピストル仕様ですね。ドラコ、コンパクトピストル型だ。フルサイズ M214 同様の仕様となっている。次は M214S だ。S はスナイパー。マークスマン仕様だ。延長した重心に AKM247T 重傷、おそらくにケプトスコープとマウントは備え付けとなっている。精度はどうなんですか？
さあ情報希薄だ。次はシュプルムゲベアー 2000C だ。あ、これは見たことありますね。ご覧の通りリーガー STG-940 模倣の銃器だ。重傷、グリップ、ハンドガード、銃口、ガスブロックとよく模倣されている。ただリーガー自体は 5.56mm ですから、実質 7.62mm 使用リーガーですね。掲示板の記述でこんなのを見つけたぞ。私は STG-2000C を持っていますが、それは私のかなりのコレクションの中で最悪の AK です。品質は道路のクソのように荒く、フロントサイトブロックは傾斜し、ハンドガードはガスブロックで溶け始め、マグは酔っ払いのようにぐらつき、わずか25ヤードで鍵穴ショットをします。STG-2000 は危険であり、実装が不十分で失敗した AK バリアントの例として、銃器をクローゼットに永久に引退させたと思います。ボロクソに言ってるんですが、まあ、一方で反論するユーザーもいる。他の多くの AK 商品でも見られる個体によっての話だと思うが、この銃器はその振れ幅がより大きいという感じだと個人的に考えている。そして 5.56×45mm 仕様の STG-2003C も存在する。プープー3レミントン弾仕様も存在するんですね。最後は SSG-2000 だ。STG-2000C の 7.62×54mm 弾仕様のマークスマンだ。弾倉は PSL で見られる XG リブを装着しているのも見られる。いいですね。次はレッドジャケットファイアーアームズだ。ウィリアム・マイケル・ヘイデンという元海兵隊所属の事業家が起業した銃器会社だった。だった?2011年から2014年にかけ番組で有名となったが、ウィリアムが11年にもわたる55件もの強制強姦で起訴され、終身刑プラス40年という重い判決により投獄。そんなネガティブなこともあり、現在は RJF からモーガス&アモーという企業名で活動している。あくまでクリーンな企業であり、ネガティブからの脱却を遂げている。そんな RJF はカスタムビルド AK として ZKMR を発売していた。この銃器もまた輸入サイガーをベースにした 7.62×39mm 弾仕様となっている。HK スタイルのフォアエンドとアイアンサイト、ガリルスタイルコッキングハンドル、ポリマー AK グリップに RJF 独自接極重傷を備えている。H&K 要素が混ざっているんですね。ガスブロックは90度であり、銃口には独自のレッドジャケットフラッシュハイダーが備えられている。トリガー機構はタクコ G2 だ。アメリカ製 AK のトリガーグループは G2 が大半ですね。金属部品はすべてブラスト加工され、焼き付けられた弾孔と多層により再仕上げされている。最後にセーフティはボルトホールドオープン可能だ。他にもこれら銃器がラインナップとして存在した。詳細は?詳細がわからんからリストで表記している。次はアクリスディフェンスだ。2014年より設立された新規企業だ。KSGSS 開発や世界初のモジュラーモノコアサプレッサーフィルム M を制作したことで知られている。そんな AD 社は口述する AKSV をベースとしてベロキラクトル計画で作り上げた AK を通常の生産に向けて準備しているようだ。なんですかこの架空近未来 FPS 風近代 AK は。サイガー、または AKSV をベースに一体型サプレッサー、そしてモエコフの重傷を取り付けている。実用化されればどんな形状しているんですかね。価格帯は4800ドルだと推測されている。高いっすね。次はセンチュリーインターナショナルアームズだ。来ましたね。センチュリーアームズは1961年より設立された企業であり、米国に拠点を置きながら輸入と製造にて銃器を提供する銃器だった。大半の軍用銃輸入はこの器用な印象がありますよね。有名なのは G3、LHH、AK47、マウザーなどだと思う。では最初に紹介するセンチュリー AK は GP1975 だ。プレス加工レシーバーであり、16.25 インチのヒクロムメッキ重心、タクコ G2 トリガーグループを備えている。全部米国製のようだ。仕様は同名称ながら様々だ。黒色ポリマー、木製、AKU94 スタイル、AIM、近代化などがある。AKU94。まあ、これは口述する。GP1975 は多くの米国 AK で一般的なサイドマウントレールがないという欠点がある。次はゴラミだ。ガリルも AK ですよね。プープー3レミントン弾仕様のガリルベーススポーツライフルだ。ゴラミはイスラエルに実在したガラミ4弾から名付けられている。機械加工レシーバーに堅牢なスチール製接極重傷、特徴的なコッキングハンドルに両敵機のサイドセーフティ、ポリマー製ピストルグリップとハンドガードを備えている。レシーバーカバー上照準器配置、そしてサイドマウントレールもある。重心はクロムメッキ処理されており、1万2000発を対応すると推定されている。加えトリカ5条フラッシュハイダーとバイオネットラグも取り付けられているぞ。そして弾倉はガリル同様35連だ。銃剣ラグあるんですね。次は WASR10V2 だ。あれ?紹介したような。まあ、センチュリーアームズを紹介しているため、もう一度紹介するぞ。センチュリーアームズが提供する中で最も知名度ある AK だと思う。そのパーツはルーマニア AK。PMMD63 系統のパーツが流用されている。WASR10 は AWD 廃止である2004年以降から提供される AK だ。当初の工場出荷仕様では総弾数を10発に限定し、シングルカラムの弾倉から休弾していた。次なる AWD への対策でしょうか。現在はそれぞれだと思う。
この背景があることで断層がガタガタ音を立てたり、品質によっては精度が劣化していたりするらしい。2010年代はこの銃がよく流通し、それが犯罪にでも広がっていたが、個人的印象として流通量が減り、国産 AK2 へと移行している印象がある。次は WASRM だ。センチュリールーマニアのピストルカービン仕様ですね。WASR ということでこれもルーマニア AK パーツが流用されている。ただ 9×19mm 弾を9弾するよう変更し、作動機構をシンプルブローバックへ変更している。9弾マガジンはブロックだ。次はセンチュリオン39。センチュリオン。完全に国産で製造する AK だ。4140光で構成されたフライス加工レシーバーであり、重心は窒化クロムメッキ処理4140光重心で構成されている。トリガー機構は RAK1 のようだ。お、ついに機械加工レシーバーですね。従来から変わったマズルブレーキを備え、ボルトホールドオープンをも担うセーフティ、強化されたレシーバーカバーと適切に仕上げされている。PSA 社製 AK 同様仕様は様々だ。堅牢だと結論付けたいが C39 は年によって仕上げは異なっている。そのためボルト面やボルトキャリア工具などの過度な摩耗を報告する情報もあるのは事実となっている。バリエーション多彩ですね。もちろんピストル仕様もあるぞ。次は AK74 だ。5.45×39mm 弾仕様であり、プレス加工レシーバー、木製重傷とともにブラックメタル仕上げが金属表面に施されている。その構成パーツはブルガリアのパーツが元になっているようだ。他38タクコポリマーマガジン、コンブロックミリタリーキャンプバススリングが含まれている。また C39 同様 AKU94 ブルパップ仕様も見られるぞ。このモデルにもあるんですね。次は VSKA だ。現在最も多く見られる AK な気がする。そうなんですか？PSA-AK、VSKA、C39V2 の3大な印象だ。S7 後部鋼から機械加工され熱処理された特別なボルトキャリア、フロントトラニオン、フィードランプを備えている。新端処理された4140高ボルト、クロムメッキ処理4150高重心、RAK-1 拡張トリガーグループを備えている。表面仕上げはリン酸マンガン仕上げだ。レシーバーはおそらくプレス加工だと思う。その仕様は他センチュリーモデル同様多種多彩だ。プラスチック、木製、折りたたみ、近代化とあり、ドラコやタクティカル、M4 ストックもある。よりどりみどりですね。別枠として VSKA トルーパーという仕様もある。マグプル製パーツを取り付けているのが特徴だ。次は RAS47 だ。この銃もまた 7.62×39 無弾仕様だ。C39 が伝統的な美学に興味がない車種への提供なのに対し、この RAS47 は重量やモジュール性などに関心のある伝統、実用主義者向けとされている。はい。レビュー者曰くだ。そしてこの AK も 100% 米国製となっている。伝統的なブロンド木製とマグプルポリマーの2種が基本としてある。1000メートルまで調整可能なタンジェントリアサイト、サイドマウントレール、グリーンマウンテン4145金光黒色窒化重心を備えている。中身はより刷新に外側は伝統さを遵守しているが、肝心のバヨネットラグはないようだ。まあ、伝統を遵守といってもボルトホールドオープンや T 字型マガジンキャッチを備えている。より利便性を向上させるが標準 AK にはないはずだ。マグプル弾倉と余剰品弾倉から9弾でき、プーラとホーナビ製弾薬でも射撃できた。精度は約 3.5 インチ N4 グループ描くことができたとされている。標準ですね。次は BFT47 だ。この銃もまたオールアメリカン製だ。弾倉フロントトラニオン、強化されたセーフティ兼ボルトホールドオープン、サイドマウントレール、クリーニングロッド、バヨネットラグを備えている。クリーニングロッドあるんですね。詳細は4145フロントトラニオン、4145新端処理ボルト、16インチ4155クロムメッキ処理重心、RAK1 トリガーグループを備えている。レシーバーは 1.5mm 厚プレス加工4135番だ。レビュー者曰く BFT47 は FMJ からフォローポイント弾まで問題なく作動した。そして100ヤードで2インチ以下の円を平均的に変えたと報告している。あれ？そういえば近代化仕様はないんですか？多分ないと思う。次は RH10 だ。センチュリー AK 多すぎませんか？RH10 はルーマニアのクギルアームズファクトリーによって製造された AKM であり、その後センチュリーアームズによって輸入、部品が追加された銃器となっている。現代の WASR でしょうか。RAK1 トリガーグループ、サイドレールマウント、プレス加工レシーバー、冷感炭素クロムメッキ処理ライニングバレル、鳥かご状フラッシュハイダーと重厚ネジ、RPK スタイルリアタンジェントサイトという基本構成となっている。RAK1 によるトリガープルは約 4.5 ポンドから 4.7 ポンドの一貫した重さを持っている。レビューもこれといった不可解要素はないと思う。若干従来とは異なりますよね。次はタンタルスポーターだ。タンタル。ポーランドですね。現在はオークション取引されるほど希少なタンタルの民間モデルだ。5.45×39 無仕様に特徴的な重傷を持つ。他 AK63D というハンガリー輸入仕様もあった。次はアライアンスアーマメントだ。この企業の詳細も不明だ。公式ウェブサイトはオーナーによって遮断されている？倒産したんでしょうかね。そんなアライアンスアーマメント社が提供していた AK460 アライアンス AK はなかなか特殊だった。460アライアンス？460アライアンス弾という単焦弾を発砲する。
この弾薬は300から405グレイン、初速500から600ムスラッシュズ、エネルギーは3320から3610ゼート強力であり、大型動物を最寄り容易に仕留められる大物だった。弾道的に重くて落下しそうですよね。弾道で見るならば絶対にフルサイズライフル弾を射撃するライフルを使用した方がいいと思う。そんな大口径弾を従来サイズのマガジンへ装填するため、装弾数は13発にまで減少している。安易に作動するとはいえ、運用用とは正直思いつかないぞ。枠的には50ベアウルフ弾使用の AR-15 でしょうかね。また SBR 使用もあったようだ。とても正気ではないぞ。筋肉の筋が痛くなるかも。次は S12 だ。紹介していないサイが積極式 FAL 重傷に TDI アームズ製 AG47 ピストルグリップ、CAA フォアグリップ、三つ槍状フラッシュファイダー、4面レールマウントにむき出し重心という感じだ。またアライアンスアーマメントはオリジン12の生産も言っていたらしい。そうなんですね。この手の後回しだ。次はセンターバランスドシステムズだ。この企業ではモシンナガン、SKS、AK47、サイガ12、レミントン597、モスバーグプリンクスター、ルガー1022といった銃器のブルパップキットを販売している。これはシャーシと表現してもいいんでしょうかね。目標は人間工学に基づいた感触とバランスを強化した銃器の実現のようだ。ただパーツに関しては現在在庫切れが並んでいるという状況となっている。現在は活発的ではないんですかね。これらブルパップキットは CBRPS ブルパップキットと呼称されている。まずは AKX1S だ。後部に AK のもっこり感が、ブルパップキットを組み込んでいる。4面レールがあり、かろうじてアイアンサイトも扱えそうだ。無理やりブルパップ化すると照準器が狙いにくくなる現象ありますよね。次は AKX2S だ。AKX1S と比べ扱いやすい手触りを実現していると思う。左側にコッキングハンドルを備えたデュアルハンドグリップがあるため、組み込みのために AK ボルトは変更しないといけない。そしてリアサイトが消え、重傷はより突き出している。明らかに改良されていますよね。次は AKX3 だ。キットの中で最も軽量なようだ。CLT トリガーシステムに側面とカブレール、手触りの良さを改善している。ウクライナのベープルを思い出しますね。次は AKX4IMD。ほとんど OO 一体型タイプだ。銃口にはマズルブレーキがあり、左側には連動するコッキングハンドル、CLT トリガーシステム、滑らかなバットを備えている。しっかりアイアンサイトを狙えるようになっていますね。このキット以降、おそらく次なる商品は登場していない。そしてサイガ12ブルパップキットも発売されていた。前方の弾倉はおそらく予備用ですね。3仕様見られるぞ。他にも様々なキットがあったようだが、おそらくカタログを期していると思われる。次はロシアンアメリカンアーモリーだ。この企業では同様にスポーツ用銃器の事業を展開している企業となっている。本社はインディアナ州スコッツバーグだ。名前の通り主にロシアからサイガを輸入していた。まずはサイガ381だ。サイガライフルの308口径ですか。簡単に言うと 7.62×51 ム弾使用 AK だ。グリップはもともとセミピストルグリップだったためにストックと一体型であり、サイドマウントレールが備えられている。他にも直輸入したサイガはある。7.62×39mm 使用、プープー3レミントン弾使用、サイガ12、サイガ20もある。これらは RAA 自体で何らかの仕様変更はないんですかね。次はエリートファイアアームズだ。企業については不明であり、ホームページも不明だ。全体的に情報が少ない印象がある。そんな企業はサイガ308とガリルの発売を行っている。これらモデルの詳細は不明だ。同じくサイガ輸入パーツ構成ですかね。で、ガリルの方に関しては情報を見つけることができた。この企業ではガリルのプープー3レミントン、7.62×39mm、そして 5.45×39mm 弾使用を提供していた。その構成はイスラエルと南アフリカ製ガリルパーツとアメリカ製4140光熱処理プレス加工レシーバーを組み合わせた代物だった。機関部自体は AK で、その周りをガリルで固めた銃器なんですね。重心はクロムメッキ処理が施されている。しかし一方で 5.45mm 弾使用にはクロムメッキ処理が施されていないため、非腐食性雷管を備えた弾薬の使用を推奨されている。フィードランプはレシーバーにリベットで止められ、トリガー機構はダブルフックタイプを採用している。純正ガリルはトリガースラップが多いようだが、このエリートガリルではなかったようだ。トリガーはスムーズに一定なんですね。他の仕様はガリル同様だ。その性能は余剰品の継ぎはぎということで精度は問題だが、信頼性に関しては十分保証されるとされている。バリエーションは3種弾薬仕様のほか、それぞれ ARM、AR、SAR 仕様が残されているようだ。次は ITN ツール&ダイという企業だ。オハイオ州に位置していた企業だったようだ。詳細不明であり、現在は商売を畳んでいるかもしれない。そんな企業が開発した AK はモデル3という銃器だ。あれ？銃器が2つ含まれていませんか？市街地戦用に開発された代物のようだ。上がドラム AK、下が UZI であり、7.62×39mm と 9×19mm 弾の2種を射撃できる。市街地戦って言っても AK だけで十分では？この銃器に関しての詳細は不明だ。そして ITM アームズという名称の企業も存在する。紛らわしい。2009年頃より設立された企業であり、良品質 AK の販売を行っている。
その ITM 製 AK こそが MK99 という代物となっている。その仕様はハンガリーやルーマニア、アフターマーケットパーツ、ピストル仕様も見られる。おそらく余剰品パーツの繋ぎ合わせなのではないかと考えている。RPK タイプもあるんですね。次はトロミックスだ。トロミックスは1999年よりトニー・ルーモア氏によって起用された企業だ。エンターテインメントがモットーであり、大口径重機やマイクロ12などの販売で知られるようになる。まずはじめに紹介するのはサイガ S17 だ。開幕サイガですか。サイガ12のカスタムビルドだ。SAW ピストルグリップ、再機械加工されたレシーバーエンド、溶接されたバックプレート、改変製吹き、トロミックス製ハンドガード、アメリカ製トリガー機構、ガスブロック最強製、トロミックス重傷、大容量を受け入れるよう改造されたマグウェル、調整されたエキストラクター、表面仕上げも変更されている。これ以外にも様々なカスタムパーツがある。ノーマルサイガからの回収受け入れだ。他にもサイガ4頭、そして4頭を改造した444マーリン男子用サイガも存在する。これはサイガ後編で前述した。あれはこの企業だったんですね。他にも多くの AK が存在する。詳細不明だ。次はブラックハートインターナショナルだ。この企業では弾薬、改造 AK、通信機器、最新のトレーニングマニュアルなど様々な戦術系商品を提供する企業だ。その設立者は元陸軍特殊部隊であるエリック・ローレンスである。その道のプロが経営する企業ですか。まず紹介するのは D17-162RA。通称ソプモット AK だ。4面レールシステムにキックライト重傷、近代化グリップに変更された AKM だ。民間セミオートとクラス3。フルオートセレクティブファイアが可能な銃器の2つがあるようだ。軍用向けも考慮されているんですかね。次は SAAK762R だ。ハンガリー AK63D の半自動仕様となっている。レシーバーはプレミアムアメリカ製のようだ。普通の銃器も販売しているんですね。次は M92AKSDR だ。M92? 名称の通りカスタバ M92 だと思う。クリンコフスタイルを現代仕様にアレンジした SDR だ。セルビア製プレス加工レシーバーに重心のフロントサイトハウジングとマズルシュラウドの一体化、マズルブレーキはクリンコフスタイルを用いている。ボルトホールドオープンが可能なセーフティを備え、トリガーはまともなシングルフック設計、クワッドレールハンドガード、レシーバーカバーに溶接されたリアサイト、そして SAW ピストルグリップが標準装備されている。かなり回収されていますね。フォーナディ123グレイン弾薬にて3発円を描いた結果 1.07 インチを観測した。またハイグレード弾薬では 0.25 インチや 0.5 インチ円を観測している。そしてモデル B10A というモデルも存在する。なんか B17-162 より改善されている？名称的に続編のような気がする。次は KVAR コーポレーションだ。KVAR は AK の販売、および AK 用カスタムパーツを販売する企業だ。1993年以来経営している。そんな KVAR は AK 用のブルパップキットを開発し発売していた。特徴的な重傷やチークパッド、ハンドガード、トリガーグループ、アイアンサイトから構成されている。ブルパップキット。CBS 以来ですね。しかしあまり人気がなく使用感も悪いとされることがあった。2000年代半ばにはブルパップキットの販売を中止しすべてセンチュリーアームズへ売却。そのため前述した GP1975 や AK74 などのブルパップ仕様はまさにこの KVAR のパーツが有用されている。売却されたあまりですか。次はジェームズ・リバー・アーモリーだ。この企業では M1 ガーランドや M1903 スプリングフィールド、M1 カービンといった重機の復元と製造を行っている企業として知られている。そして2013年頃から AK の販売も開始した。イズマッシュとプーラで製造された AKM ライフルパーツと米国製のパーツを組み合わせることで構成している。銃口にはネジ切り竹槍マズルブレーキが取り付けられ、リアサイトはオリジナル同様1000メートルタンジェントサイト、プレス加工レシーバー、米国製クロムメッキ重心、米国製タクコトリガーシステム、米国製ハンマー、そして重傷やハンドガードは純正から再仕上げが行われた積層式ラミネートストックが使用される。より純正に近いですね。デビュー車の精度試験では平均 3.76 インチだったようだ。最適なグループ円は 3.09 インチとなっている。次は JRM72B1 だ。お、RPK だ。1983年製カスタバパーツキットに基づいて構成された民間 RPK だ。プレス加工レシーバーに特徴的なピストルグリップ、米国製重心、ねじ込み重工装置、クリーニングロッド、二脚、クロムメッキボルト、工業樹ストレートストック、ブラックレバーリコイルパッド、2ピース工業樹ハンドガード。そして表面仕上げはブルーメタルだ。重心のギザギザは独自点でしょうかね。次は AK47JRA だ。え？ JRA-AKM との違いは？高品質なポーランド部品から組み立てられている。マットなホットソルトブルー仕上げが施され、クロムメッキライニングバレルを備えている。次は DPMS という企業だ。ディフェンスプロクレメントマニュファクチャリングサービスパンサーアームズはサウスカロライナ州ウェストコロンビアに本社を置く米国企業で、幅広い軍用、民間ライフルとアクセサリーの販売で知られている。そんな DPMS が販売する AK を紹介する。アンビルだ。アンビルはゼロから製造された AK47 であり、すべて新しい精密製造部品を組み込んでいる。
ハンマー鍛造ボルト、ハンマー鍛造キャリア、ハンマー鍛造フロントトラニオン、喫下処理4150高重心、高加工1ミリ圧レシーバー、シングルフックトリガー、サイドレールマウント、ナツメグ木製重傷が使用されている。まあ、他米国 AK でも見られる仕様ですね。カスタム仕様やピストル仕様も確認できた。次は M プラス M インダストリーズだ。2005年より設立された企業のようだ。この企業ではカスタム AK スタイルに挑戦している。そのカスタム AK こそが M10X インターナショナルディフェンスライフルだ。特徴的な見た目ですね。シンプルながら実用的な AK パターンライフルの開発を目指した上での商品のようだ。AK や AR15 と比べより大幅に少ない部品数となっている。マグプル MOE ピストルグリップ、マグプル MOE 積極式重傷、QD スリングマウント、モジュラーチークライガー、レールと M ロックスロットを備えたハンドガード、三つ股フラッシュハイダー、そして左右入れ替え可能なコッキングハンドルを備えている。拡張性に加えコッキングハンドル左右入れ替え可能ですか。4150高喫下重心、2ポジションの調整可能なガスレグレーター、フライス加工炭素鋼レシーバー、機械加工ボルトとキャリアで構成されている。従来の AK と比べ頑丈ながら部品点数が少なく、より汎用性高いという感じだ。精度が気になりますね。派生として各種カラー仕様のほか、ピストル仕様も存在する。そして M10X DMR という商品も存在する。より長い重心を備えている。他にも何か特別な変更点があるのかもしれない。次はデストラクティブデバイシズインダストリーズだ。AK-K の部品、ライフル、ショットガンの輸入及び生産で知られていた企業だ。やがて DDI は PSA に買収され、現在は管理下で AK の製造を行っている。で、DDI は中国から QBZ95 のように見える散弾銃を輸入していた。PSA は DDI の AK に興味があっても輸入には興味がなかったため、SDS インポートと呼ばれる輸入企業を設立した。そういう経緯があるんですね。SDS インポート災害に関しては災害後編で話している。では早速紹介していく。まずは AK47F だ。何回わかんが。フライス加工レシーバー、米国製グリーンマウンテンバレル、ブルガリア製極重傷とハンドガード、タクコ G2 トリガー機構、タクコピストルグリップ、2タングの後部トラニオン、サイドマウントレール、竹槍状マズルブレーキを備えている。AK47 フライス加工レシーバーと重傷、AKM マズルブレーキ、AK74 スタイル弾倉。やはり歪ですね。レビュー者曰く U5 余剰弾薬とプーラ余剰弾薬を800発射撃しても誤作動は発生しなかったようだ。精度も100ヤード3 MOA を観測している。平均的ですね。一部の愛好家は DDI-AK の弾倉装着がうまくいかないと声を上げているが、それでもレビュー者は30回ほどリロードしてもおかしくることはなかったようだ。他 AK47S、AK47M、AK47U、AK47SFMM が存在する。次はライフルダイナミクスだ。いつ終わるんですか？この企業では高性能、高級な AK ビルドを製造している。拠点はネバダ州ラスベガスのようだ。まずはサンダーランチ AK だ。16インチ喫下バレル。RPK フラッシュハイダーと重厚ネジ切り、ポリマーガスチューブカバー、カブハンドガード、チューナブルコンボフロントサイトガスブロック、レール、ボルト、キャリア、トリガーグループも調整されているようだ。オプションとしてマズルブレーキ、レールマウント、ガスチューブなどのアップグレードも対応している。その性能はどうなんでしょうかね？この銃器をベースにおそらく様々なモデルが登場している。それぞれ見ていこう。ちなみにこのライフルダイナミクス AK は基本的にカスタムに対応できるため、形が一定ではないことを留意していただきたい。次は RD700 だ。レールの位置が特徴的ですね。RD チューブナルコンビネーションフロントサイトスラッシュガスブロック、RKMAK スコープマウントレール、RD フラッシュハイダー、特徴的なピストルグリップとトリガーを備えている。弾倉は10連に変更、グリップを変更することで周期性にもそのまま対応可能だ。で、RD700 ピストルも存在する。画像のは SBR 認定抜け重傷が取り付けられている。次は RD701。現在時点で公式サイトでは見られないが痕跡はある銃器だ。消えたんですか？次は RD702。前モデルと比べ RDM4 ストックアダプター、RKMAKM1D スコープレールあたりが変更点だと思う。M4 ストックが名称変更要素ですかね。次は RD703 だ。RD701 と比べ重厚装置が変更されている。そしてトリガーも違うように見える。わからんですね。次は RD704SBR ガーランドサムエディションだ。知る人は知っているガーランドサムという YouTuber が監修した AK ビルドだ。MLOK レール、デッドエアマズルブレーキ、カスタムフロントエンド、11.5 インチ喫下4150高クロムメッキ重心、RDM4 ストックなどを備えている。著名人ビルド。AK にもあるんですね。プレス加工レシーバー、そして同様にカスタム発注可能だ。RD704 ピストル、RD704M ピストルも存在する。次は RD705、RD705M ピストルだ。レシーバーエンドあたりの取り付け部が変更されているように見える。他仕様は以前のモデルらと同様だ。次は RD706 だ。新しいリアトラニオンを備えたモデルを指しているようだ。規制臭対応向けのバンステートコンプリート、前述のレシーバーを取り付けた RD706M もある。
次は 5.45×89 インチショートバレルライフルだ。 5.45×39mm 弾仕様の SBR AKS74U の RD 仕様のような銃器だ。9インチ窒化重心、クリンコフより若干された延長ガスブロック、アルミハンドガード、LB アンリミテッド G3 トリガー、単語ダウンピストルグリップを備えている。単造されたポーランド製パーツが用いられているようだ。ピストル仕様も存在する。タクティカルクリンコフ。いいですね。カタログでは見られないが、他モデルも存在していたようだ。まず AKMCA だ。明らかにカリフォルニア州規制ですね。サイドレールマウント、ピストルグリップ妨害、10連弾装を備えている。マズルブレーキは3種くらい変更可能だ。そして RD500、RD501、RD502、RD503 というそれぞれの 5.45mm 弾仕様も存在した。現在はカタログ落ちだと思う。次はザ・ AK バイ・ LTD だ。この企業は YouTuber としても知られるブランドネレイラ氏が経営する企業だ。AK 専門の販売、開発、ビルド企業であり、50口径 AK ライフルの開発でも知られている。この方もガーランド・サム氏同様有名な方ですよね。この企業ではハンガリー AK やポーランド AK ビルドを販売しているが、飛ばして AK50 を紹介する。ついに来た。この銃は現在まで開発が進められる AK47 の50口径対物ライフル仕様だ。ロングストロークガスピストンに M82 同様ロータリーボルトを使って作動する。この計画は数年前に始動したようだ。 AK ベースの50口径対物ライフル実現のため着々とゆっくり計画を進めている。そんな中様々な問題に直面している。その一つがレシーバーとボルトキャリア間のクリアランスが狭すぎるために空薬莢排出ができない点だった。廃墟する分の、50DMG から薬莢分の穴がレシーバーに必要になりますよね。そしてガス導入穴サイズも問題とされている。ロングストロークガスピストンなため、直で重いボルトとガスピストンを動かすガス量の調整が必要だった。少ないと自動廃墟に失敗し、多すぎるとレシーバーが破損する可能性がありますね。AK50 の場合はそのまま導入量を増やすため、穴を大きくしていったようだ。さらにボルトキャリア用のカム溝のかなり早期的な摩耗も確認された。理由はボルトキャリア自体の移動距離が少ないことだったようだ。この問題はボルト回転開始地点を遅延させることで解決している。閉鎖を長引かせることで高圧の影響を抑制し、結果的に摩耗加減を緩和させたようだ。そしてボルト早期交代による薬莢破断の可能性もあった。これはガスシステム自体の移動距離の少なさが要因としてあるため、新しいガスピストンとガスチューブへの変更も必要となったようだ。問題は多いですね。 V1、V2 と続き、現在はバージョン3のようだ。実用化への道は近いと説明されていたりするが、現在まで開発完了には至っていないと思われる。AK 外はウェブサイトにて AK50 に関する情報を載せているため、その一部を紹介する。この4点で AK50 が説明されているんですか？加え、よくある質問の中にこんな記述を見つけた。AK50 はどこにありますか？ノーコメントだ。よくある質問。次は JMAC カスタムだ。AK のカスタムビルドを行う企業となっている。M13 インダストリーズと JMAC カスタムが共同で開発した AK を紹介する。OSC13 だ。マガジンの穴が広すぎ。仕掛けに入れる AR テレスコピックストック、大きい穴が開いた弾倉、木製滑らかグリップ、デッドエアサプレッサー、サンドマン RRD4C ハンドガード、ALG トリガーグループを備えている。弾薬仕様は 7.62×39mm、5.45×39mm がある。またミニモンスターと呼ばれる OSC13 カービン仕様も存在する。最後はテキサスシューターズサプライだ。レミントンとスミス&ウェッソンの公式軍事及び法執行機関用ディーラーであり、独自でカスタム品も販売している。まずは AK47AKM ゴールドメッキだ。麻薬カルテルが持ってそうですね。実際に押収された際に並べられる AK はこれかもな。え？ AKS74 重傷を備えた AKMS だ。本物の 24K エローゴールド、サテン仕上げが施されている。いやー触りたくない。他にもこれら TSS カスタム製 AK が存在する。いっぱいあるんですね。これらレシーバーはアメリカ、ルーマニア、セルビア、ブルガリアなど様々だ。最後にブラボー18というカスタムビルド AK も存在する。元特殊部隊によって製造された AK だ。コッキングハンドルの位置変更やレールハンドガード、サイトの位置が特徴的となっている。最後適当すぎませんか？大体が同じ情報の陳列だということに気づいたんだ。いかがだっただろうか？とりあえず米国でも盛んなことがわかりました。今回紹介していない AK もあると思う。もし何か抜けている米国 AK があればぜひ教えてくれ。というかこんなに AK を眺めていたらもう何がどのモデルなのかわからなくなりますよね。個人的にはもうゲシュタルト崩壊しているぞ。あなたがチョイスする AK はどれか？どうかコメントで教えてくれ。では皆さん、また見てね。